で、セッションとかを始められてて、どうですか？セッションとか始めて。はい。セッションがですね、なぜか非常にこう、仕事の時とかでは、すごく、目の前のね、まあ私、お年寄りと接することとか多かったんですけど、もう本当に、多分それがセラピストというか、そういう目線になってたと思うんですけど、普通にこう、元気づけたりとか、話し終わったらいつの間にか本当に、目の前の人は元気になって、あんたと話してよかったわとか言って帰っていただけるんですが、いざセッションってなると、すごくちょっとまだこう苦手意識、があるのがまだまだ現状です。はい。実際やってみてどう？実際こうやったじゃないですか、いろんなところはで。い。そうですね。最初、まだコロナの前に、大分とかでやらせて、いただいたとき、木下さんとか、宮子さんとかと一緒に。あの時は、正直座りながらも、ここの前に来ないでくれって思うぐらい、自信がなかったです。本当。でも、去年の夏に、福岡の癒しフェアに出していただいて、で、まだまだ、最初こう、もちろんこう、ビビリっていうか、怖い気持ちあったんですけど、ふらってたった一人私の前に座ってくれたんですね。で、その人と、なんか、断片でしか今も思い出せないですけど、こう一応セッションさせていただいて、その方がすごく、喜んで帰っていただいて、で、私その時にすごくもう、なんだろう、こういう気持ちなんだっていうのが、腑に落ちたのが、あれは大きかったですね。はい。半年いや、前。